どうも皆さん、こんにちは。本日もイントゥーザ・デッド2やっていこうと思います。本日のデイリーミッションは、ショックブラストエミッターですね。こちらもゴーストバスターズのコラボ銃になります。30キル数で300シルバー、70キルで50ゴールド、230キルで、ディフェンダー D9 のパーツですね。まあ正直、ディフェンダー D9 はもういらないので、30キル、70キルをね、目標に行こうと思います。行くぞ！さて行きましょう。正直ね、これ使いづらいんですよ。これね、すんげえ使いづらい。うん。扱いで言うとおそらくショットガンの分類に入るんじゃないかな。これね。よいしょっと。こんな感じだね。近距離で撃つ感じかな。いかんせ距離感がね、いまいちよくわからん。てっ。やばいんじゃないか。早速が。てっ。まずいな。早速弾切れなりそうだけど、まずいな。あと7発しかない。で、ゾンビよりもね、動きが厄介なんだよね。ゴーストちゃんの場合はね。リロード。まずい。そう、あのね、オレンジ色のやつかな、こいつだな。こいつがゾンビで言うとボブに値するんだね。体力もあるし、捕まえてくる。一番厄介なやつね。敵くん。今97キルですね。なんだかんだ言ってますね。ただ油断すると即死亡なんでね。動きがね、もう、厄介なんだよね。まずい。あと4発しかないな。弾切れ即死亡って感じだね。フェイントを入れて。よし。ここはどこかな。ここはかわしましょう。まずい。道が広い方がいいね。怖いな。てい。よし。弾切れ。よし。よし。リロード。ゴーストの群れをかわしてね、行かないとダメなんで。やっかい。よし、弾ゲッチュ。やばいぞ、リロード。143キルです。はい。チェイス。まずいな、ここはまずいんじゃないか。まずい。完全にはまった。なにここ。今ね、右にやっても左にやってもね、動けなかったんですよ。初めてだな、ああいうのは。とりあえず30キル達成で、70キルも達成。230だよね、162。ショックブラストエミッター。やっぱり使いづらいな。行きましょう。さっきはね、あれ初めてですね、完全にはまったね。右にやっても左にやっても動かないっていうね。もうどこにやってももう死亡っていう。よいしょ。ああいう、なんていうのかな。挟まるところもあるんだね。まあ、一種のバグみたいな感じかもしれんね。よいしょ。弾はマックスで24発のようだね。よいしょ。よいしょ。まずいな。やばい。で、私今日なぜかね、鼻がすんげえムズムズしてるんでね。ダメだ。さて、行きましょう。もう30キルとかもう話なんないんでね。さーてと。
そう、こんな感じでね、ゾンビと違って、壁をね、貫通してくるからね。こいつら、ゴーストなんで。で、そこがね、ゾンビと、違うんですよね。ゾンビと同じ風に考えてると、ダメです。壁とかこいつら関係ないんで。よいしょ。まあ、近距離っていう扱いだったら、まあ、ショットガンと一緒なんでね。そこだけまあ、今までよりかはいいのかな。よいしょ。あ、まずい。ちょっと、来ないで。来ないで。で、またね、リロードが遅い遅い。で、またね、味方が前走ってるんだけど、正直ね、邪魔です。まずい。こんな感じでね、ちょろ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 するんですよ。さて、弾はあと22だ。キル数82。あー、まずいぞ。危ないな。またハマりそうだったね、今ね。よいしょ。よいしょ。あ、まずい。まずい。リロード。ちょっとね、今日鼻がね、ほんとね、すごいムズムズするんでね。なんなんだろうな、これ。あ、まずいぞ。危ね、危ね。今、いたね。てっ。リロード。ただまたこっちいると挟まりそうだな。大丈夫か？よし、とりあえず弾ゲッチュ。ピッ。146キル。まだまだだね。ふいっ。あ、やばい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 。危なかったな、今な。弾ゲッチュ。22発。170キルだね。あともうちょっとだね。なんとか達成できそうだね。あ、やばい！あぶねえ、やばい、ちょ、あぶねえ、てっ、てっ、ふぅ、なんとかね、道さえ広ければっていう感じ、こういうところが一番厄介だね。もう逃げれないからね。あー、ちょっと待って、てっ、199、もう少しだな。230だったよね。よし。よし、玉ゲッチュ。ふい、ふい、216、もう少しだ。冷静に行こう。冷静にな。リロード。リロード。よし。229。あともう一体だね。よし。これでゲッチュ。よし、素晴らしい。本日のデイリークリアです。あぶねえ！ほんまだ！声が裏返っちゃったけど、なんとか230。ギリギリ行きました。そして、ふっつくん！花粉症なのかな？すんごいね、くしゃみが出る。うん。なんとかね、本日236行きました。よいしょと。まあ、コラボ商品なんでね、これは課金しないと手に入らないんだけれども、まあ、欲しい人はね、ぜひゲッチュしてみてください。はっ、はい。それじゃあまた明日。バイ。